自宅で簡単に痩せられる効果的なエクササイズ鉄板メニューを3種目紹介していきます。今回の動画を最後まで見てもらうことで、自宅で行う筋トレは何が一番いいのか、どういったエクササイズが効果的なのかというのが分かってきます。ぜひ最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、自宅で簡単に行えれる鉄板エクササイズを3種目紹介していきます。エクササイズっていうのはいろんな種類がありますよね。マシンを使ったり自重で行ったり、一個一個やっていてはどんなに時間と体力があっても追いつきません。そこでできるだけ効果的で全身を鍛えることができるエクササイズを選ぶべきです。そこで今回はライオンプッシュアップ、ペケ腹筋、バックランジ、この3つがとても効果的です。上半身を引き締めたい、腹筋を引き締めたい、下半身を鍛えたい、じゃあ何をしたらいいのか、そうやって迷った時にですね、この3種目をぜひ実践してください。ではやり方を説明します。通常のプッシュアップは手の位置で普通に同じように動かしますよね。これは同じ部位しか鍛えられないため意外と非効率です。そこでライオンプッシュアップ、肩幅で手をつきます。一度お尻を下げます。こっから頭から前に突っ込んでいく感じで、ぐーっと肘を曲げながら体を起こしていきます。遠くに行きます。そして肘を伸ばす。手前から奥に行くことで二の腕から胸に負荷が変わります。胸でも胸の下部から上部に負荷が移動しますから、とても効率的です。これを10回程度行ってください。お尻を上げて、できるだけ肘を曲げながら体を前に持っていって、前でもできるだけ前です。肘を伸ばす、お尻を上げるっていう風に行ってください。お尻を最後に上げることで肩のストレッチができます。次にペケ腹筋です。通常の腹筋は腹筋上部、腹筋下部っていう風に使うんですけども、今回は腹筋全体に効かすことができます。足を上に上げます。これで手は少し太ももの横あたりに伸ばしておきます。上半身をしっかり起こして、腹筋中部と上部を締めておきます。ここから足をゆっくり動かして、下腹部も効かしていきます。これをゆっくり10回やります。しっかり起き上がったまま、こういった感じです。足を伸ばすのが辛い人ですね、少しぐらいなら曲げてもいいです。ですが、できるだけ伸ばしてください。しっかり伸ばした方が負荷が上がります。次にバックランジです。バックランジというと足を後ろに出しながらランジをするイメージですけれども、今回は足をもう開いたままピンポイントで行います。足は大きく後ろに下げます。両膝少し曲げます。この時につま先を少し上げとく感じで、膝が足首よりも手前です。これぐらいです。ここでちょっと前かがみになって、クッ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 と太ももの裏とお尻を効かしていきます。スクワットの場合は前ももが張ったり、内側広筋、外側広筋がですね、意外とポコッとしやすいので、あんまり前ももっていうのは綺麗な足を作りたい場合ですね、使う必要ないです。太ももの裏をしっかり鍛えてください。反対の足も同じです。膝があんまり出ないようにつま先少し上げておきます。体重は前足のかかとに乗せます。上半身が前に行くほどここに効きます。体が後ろに行くほどお尻に効きます。ですので今回はもも裏を効かしていきますから、つま先を浮かせて前足体重に8割ぐらい体重乗せてください。でちょっと前かがみになることでここに体重を乗ります。これでこういう感じです。ここにしっかり体重乗せてください。この時にお尻が出てしまったり、膝が内向いてしまうと、もも裏ではなくお尻に効いてしまうので、しっかり体をまっすぐ向けて、膝もまっすぐ向けて動いてください。今の3種目がもうほんと鉄板です。とても効率がいいです。
ライオンプッシュアップは二の腕から胸、下から上っていう風に効かすことができますし、ペケ腹筋は腹筋の上部、中部、下部、ゆっくり腹筋を効かすことができます。バックランジ、ピンポイントでもも裏、お尻の付け根を効かすことができますので、この3種目をしっかり覚えておいてください。これをですね、各10回とかを毎日行うことで筋肉の減少や代謝のアップというのが望めます。もし慣れてる方はですね、今の分を10回3セット行うとしっかり運動ができます。よかったら試してみてください。勉強になった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。これからも少ない回数、短い時間で効くエクササイズ、健康的に痩せるためのダイエット情報などを流していきます。よかったら登録の方もしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。